ノブゴロド公国、ノブゴロド共和国、ノブゴロドの位置と、領域ノブゴロド公国は、講座を大ノブゴロドに置いていた、中世のルーシの主要な都市国家の一つ。中世には特殊な貴族共和制により、しばしば、ノブゴロド共和国と呼ばれ、こちらの名前が定着しつつある。その他、ノブゴロド国という表記も見られる。タタールの区引きに、ルーシ全体が会に、北方十字軍が、スラブ人へ、 正教からカトリックへの権による改修を強制していた13世紀のルーシの中心であった。中世ノブゴロド・クレムリンの城壁、15世紀のもの、左方の座国イタワーは17世紀のもので、名称はスウェーデン語に由来する。ノブゴロド公国はヨーロッパの中でも先進的な共和制の伝統を育んできた。ノブゴロドは公が支配する公国であるが、実態は、 貴族教は制であった。名目上の君主として、ルーシュの諸公国から公を衰退するが彼には実質的な貢献がなく、貴族の利権にそぐわなければ非免されることもあった。モスクワがノブゴロドの体制を転覆する日まで、ノブゴロド市民は政府の運営と人事について発言権を有していた。市民は管理を任免することができるほか、君主である公をも選出し、 また罷免する権利があった。年代記によれば、これらの決定は米チェ、すなわち民会によって行われた。民会には規制を問わずあらゆる階層の人々が参加した。中世のノブゴロド公国の厳密な制度は、はっきりしないが、ノブゴロドの強固な伝統は、高度に体系化された、行政、軍事、司法、そして通称の制度を構築していたと言われている。学者らのうちには、 大主教が行政の長を兼ねていたと主張している者もいるが、政府内の具体的な機能分担を検証することは困難である。ただし、カウンシル・オブローズなる会合が存在し、大主教邸で開かれていたということは確からしい。ただし、これらの説についても近年、ジョナス・グランバーグが疑義を呈している。グランバーグによれば、これらの歴史家の見解は、少数の資料に依存しすぎている。 公国の試験は、公の権力が衰えた13世紀から14世紀前半にかけても、少なくとも、名目上は、外国より衰退された、ノブゴロド公が有しているものとされた。公と訳されるクニャージは、語源をヨーロッパ諸語の王と同じくしており、当時においては、独立した国家における君主号であり、これを公と訳すのは、クニャージの称号が、 ロシア帝国の貴族の爵位となった後世においての事情による。ただ、中世には、公と王は、称号として区別されていた。ノブゴロド大主教が、行政の長であったのか否かは未だにはっきりしないが、都市の重要人物であったことだけは、疑いの余地がないようだ。単に国内の教会を監督するのみならず、大使館を代表し、世俗の裁判において、司法権の一部を掌握した。 ただし、ほとんど常に、ボヤールと足並みを揃えており、独断的に行動した形跡は、ほとんど見られない。大主教は任命制ではなく、やはり、ノブゴロド市民の選挙によって選出され、ロシアフ主教による承認を必要とした。大主教はおそらくノブゴロドでも最も豊かな、地主であり、飲酒の販売や市場からの徴税その他によって、副収入をも得ていた。 ノブゴロドの民会美ジリー・キヤコブの作品ノブゴロドにおけるもう一方の権力者は市長、すなわちポサード肉であった。ポサード肉は民会の議長を務めるのみならず、国家をノブゴロド公と共同統治し、調税を担当した他都市の様々な問題に対処した。公の重要な決定は大部分がポサード肉の承認を必要とした。当初、ポサード肉は一人であったが、 14世紀中央には、区間の権力闘争を緩和するための改革として、民会は6人のポサード肉を選出するようになり、そのうちの1人が筆頭の現役市長となった。ポサード肉は、終身の資格であり、毎年5選で代表、ポサード肉を選出した。後に、ポサード肉の任期は1年とされた。民会の正確な構成も不明な部分が多いが、 都市の人口と郊外の自由市民によって占められていたものと考えられる。この民会が真に民主的な組織であったのか、あるいはボヤールが仕切っていたのかという問題はいつも論争の的になっている。ポサード肉、トイシャツキー、そして主教や大主教までもが民会によって選挙されるか、少なくとも承認される必要があった。河野追放はこの市長の交代時を同じくすることが、 多かった。商人や主工業者も、ノブゴロドの政治に参画した。伝統的な研究によれば、彼らは5つのコンチ、コニエッツと呼ばれる居住区に分けられていたという。居住区の名称は、しばしば、そこに集中している商工業者の属性を示していた。商人は、ソトニャと呼ばれるギルドを組織していた。これはルーシにおける最初のギルドであるとされている。 独立前、キエフ大公国の一部であったノブゴロド中世、ノブゴロド氏の大部分がそうであるように、これらの商工業者の組織については、不明な部分が多いが、少なくとも西洋における、ギルドのように強固な組織ではなかった点に、留意せねばならない。近隣同士で組織された組合は、ギルドというよりも、互助会と呼んだ方が正確かもしれない。この組織は教会を建設し、薬病で、 仲間内から死者が出た際にはそこに埋葬した。組織について、それ以上のことは判明していない。イワン知性の100年間においては、それ以上のことは何もわかっていない。それは、市場より北にあるオポキのストリート、ジョン・ザ・フォーラナー協会の周囲で組織され、メンバーは入場料として、ユープアの衣服のボルトを大主教に支払う必要があった。トイシャツキーは、 仲間内の争いを仲裁した。それ以外には、イワン知性の100年について何も明らかになっていない。近隣同士の組織は、特定のボヤールの派閥を支援したり、利害を共有したりすることによって、ノブゴロードの意思決定に関与していた。条約や法令、宣言にはしばしば商人らの長老の名が言及されたが、それらのうち100点程度が現存するに止まっている。それらは12世紀。 とりわけ1262年以降の数日間のものに集中している。これらの理由により、ノブゴロドの生態の全容を解明することは困難であり続けている。ノブゴロド公の地位は世襲ではなく、権力も衰えていたが、ノブゴロド市民の生活においては重要な存在であった。100人程度を数える歴代ノブゴロド公のほとんどが、ノブゴロド市民の意思によって招待されたり、 追放されたりしていた。一部の公は、就任にあたりって、リャドと呼ばれる契約に署名したとされている。これは、ボヤールの権益を守り、同時に、公の権利と責任を明確にするための契約であった。記録に残っているリャドは、外国から招待された12人の公と、ノブゴロド市民との関係について記している。そのうち5人は、トベリから、4人は、モスクワから、 三人はリトアニアから来た公家であった。公の第一の任務は傭兵隊長であった。公が自分の領土から連れてくる。十四団は兵力に乏しいノブゴロド公国にとって貴重な戦力であった。また、公家は教会を講演し、裁判を行った。公が不在の際はナメスト肉をはじめとする補佐官が代理を務めた。ポサード肉は裁判に常駐し、 いかなる判決も彼の承認なしには下されなかった。同様に、ポサード肉の許可なくして孔は土地を貸しすることができなかったし、新法を交付することもできなかった。孔は、ノブゴロド国内に領土を持つことも、国土から調税することもできなかった。孔は、ノブゴロド市からの給金で生活していたのである。いくつかのリャドによれば、公は、ノブゴロド国外で、ノブゴロド市民を逮捕したり、 起訴したりすることもできなかった。公は二つの邸宅を持っており、一つは市場に隣接しており、もう一つは市場から南に数マイルの場所に位置していた。国土がいくつかの大衆やジャスト、ボロス地に分割されていたため、ノブゴロド公国の行政については、はっきりとしたことがわかっていない。国土はいくつかの大衆やジャスト、ボロス地に分けて管理されていた。中央のノブゴロド市とし プスコフは13世紀には事実上の独立国になり、1348年の EN トリーティー・オブ・ボラチューボによってこれが追認された。タタールの首輝きから解放された15世紀、ルーシュの指導者たちには決断すべき重大な問題が存在した。モンゴル風の独裁を継続するか、ノブゴロド風の共和制を復権させるかという問題であった。 当時の新政権が行った宮廷で頭を地面に打ちつける風習はモンゴル由来のものであった。これは挨拶に参じた竜シの指導者たちに大破案が要求したものであったが、この風習は当の竜シでも継続されるに至った。モンゴル風統治のもう一つの特徴は独裁の強調と軍国主義である。ノブゴロド氏がカトリックに改修しようとしたことがあったが、 モスクワにとってこれはツアーリに対する侮辱であると考えられた。イヴァンが国防上の脅威であると考えていたリトアニア、対抗国とノブゴロドが交わした条約において、ノブゴロドがリトアニアへの効能に同意したものがある。このことはリトアニアからの返信からもうかがい知れる。リトアニアは、ノブゴロド側の都市から得られる税収を共有する権利を有している。にもかかわらず、モスクワは、 リトアニア王の徴税人の通行を認めない知事を任命したノブゴロドの市場アパランディーバスネットソブ、サクノブゴロドでは農業の他に畜産も営まれていた。飼料、養蜂、漁業も盛んであった。国土の大部分においてこれらの豊富な産業は農業と兼業する形で行われていた。フィンランド湾では鉄が採掘された。スタラやルーサや他の地域は 塩の収穫があった。雨やホップの栽培も重要であった。郊外では毛皮、蜜楼、蜂蜜、魚類、ラード、甘、そしてホップが生産され、市場で売り出されたりーシの他の都市やより遠方の国に輸出されたりした。ノブゴロドの富の大部分は毛皮の輸出によってもたらされた。ノブゴロド氏はルーシと北東ヨーロッパの貿易を支える EN、アントラポであった。 中国から伸びるシルクロードの北西における終端である一方、ハンザ同盟によって築かれた交易網においては東端であった。ノブゴロドの北東のザボロチエ付近からラドガコおよびオネガコの北端、そして八海と東のウラル山脈に至るまでの範囲は特に多くの毛皮の収穫に恵まれ、まるで天から動物が降ってくるかのようであったと報告されている。ノブゴロドの商人は、 スウェーデンやデンマークの都市と交易を行った。初期の頃、ノブゴロド人はバルト海を自ら航海したには、ゴットランド島やデンマークも関係した出来事が記述されている。その証拠に、ゴットランド島からノブゴロド商人のための政教,教会が発掘されている。同様に、ゴットランド側もストリート、オラフ教会と召喚をノブゴロドに有していた。ところが、ハンザ同盟は、 ノブゴロド商人が独力で物流を担うことを良しと、せず同盟側の船舶を利用するように求めたため、この交流は途絶えてしまった。14から15世紀までに、ノブゴロドにおける、私有地の半分以上が30から40程度の、限られたボヤールの血族に支配されるようになった。これらの荘園から得られる資源が、ボヤールの政治的地位を保障した。聖職者のエスタブリッシュメントであった生。 ソフィア大聖堂は、ボヤールと荘園の支配権を争っていた。教会の荘園は、ノブゴルドの中でも特に経済的に発展した地域を占めていた。その他、EN、ユーリルモネステリ、EN、アーカススキーモネステリ、そして EN、アントニエブモネステリといった修道院も広大な荘園を有していた。大地主のみならず、ボヤールよりも少ない土地しか有さない EN、随体リディ。 特権を認められていない、省エ種主である EN、スボーザムッチといった階級も存在した。これらの地主は、労働者を搾取することによって、収益を得ていた。家事の大部分は奴隷によって担われていたが、長期的には、奴隷の総数は、減少傾向にあった。金融所得は、ノブゴロド広告の終焉に至るまで地主の重要な、収入源であり続けた。セルゲゼンシュテイエ全主定員の EN、 アレクサンドルネフスキーに描かれた13世紀のノブゴロド学者らの一部は、封建君主は法的な手段で、オザクミノリを農地に縛り付けようとしたと主張している。封建制度に依存した EN、ディバーニー・リリ、EN、ポラブニー・キー、EN、ポーラクニー・キー、EN、ダルスニー・キーといった種類のオザクミノリは、地主の手を離れる権利を持っていなかった。ボヤールと修道院も、 同様に、小作能の移動を制限しようと試みた。しかし、ルーシでは、伝統的に、小作実は夫妻を関西主催すれば、小作地を離れることができるものとされていた。ただし、その日取りは、ストリート、ジョージ、エスデイ,インザ・オータムの前後の州でなければいけなかった。この伝統は、モスクワ大公国がノブゴロドを平凡した一世紀以上後に、イヴァン4世によって、一時的に停止され、 ノブゴロドでは考えられなかった完全な濃度性が確立された。もちろんこの一時的な停止は永久に解除されず、オザクミノリは、ロゼニーオブ1649をもって合法的に、農地に縛り付けられ、濃度となった。EN、アリクサンダー・コーラスヘブをはじめとする、マルクス主義者は、しばしば、ノブゴロド公国における、階級対立について論じている。 広告では通算して80回ほどの放棄が発生し、時には武装した反乱へと発展した。中でも1136年、1207年、1228から29年、1270年、1418年、1446から1447年のものは有名である。ただし、階級対立の定義は必ずしも明確ではない。 放棄の大部分は、ボヤールの派閥闘争であったが、オザク・ミノリや商人が巻き込まれていた場合であっても、それは既存の社会秩序の転覆を意図するものではなく、多くの場合はより恩恵的な統治を要求するに、止まるものであった。広告を廃止したり、オザク・ミノリが政権を獲得しようと試みたりする、ものではなかった。キエフ大公国の時代、ノブゴロドは、 ボルガートレードルート及びドニエプル川沿いのバリアーグからギリシアへの道の北端として位置づけられていた。莫大な量の貨物が運搬され、ノブゴロドの商品と交換されたり、ノブゴロドで他国の商人に購入されたりした。ゴットランド島の農民は12世紀まで、セインとローフ召喚を維持した。後にはドイツ商人もノブゴロドに召喚を築いた。スカンジナビアの王族は、 ルーシの公や王女と婚姻関係を結んだ。13世紀以降、東西教会の分裂のためにノブゴロドは、スウェーデン、デンマーク、そして、ドイツ人の十字軍に苦しめられた。スウェーデン・ノブゴロド戦争の頃、スウェーデン人は、ノブゴロドに孔納していたフィンランド地域を襲撃した。12世紀末からは、バルトドイツ人が、バルト海沿岸の支配を目指すようになり、ノブゴロドは、 スウェーデンと26回、リボニア体験騎士団と11回の戦争に及んだ。1240年から、ノブゴロド側の資料によれば、スウェーデン軍は1240年のバトルオブザネバで一敗地に、まみれた。ビボルグ城が完成した1293年、スウェーデンはカレリア地方における、共闘法を得た。1323年8月12日、スウェーデンとノブゴロドは、 トリーティー・オブ・ノット・ボ具グを締結し、初めて国境を確定した。ノブゴロドはかろうじてモンゴルのルーシ侵攻の被害を逃れることができた。これは、モンゴル軍の統領らが、承諾地を嫌い、ノブゴロド市より1 0 0トル手前で引き返したからだと考えられている。実際に征服されたわけではないにもかかわらず、ノブゴロド公国は、ジョチウルスの反に自発的に効能をしている。 二百五十九年、モンゴルの超税人と統計調査官がノブゴロドを訪れ、一問弱あった末に、アレクサンドル・ネフスキーは、ウラジー・ウル・スーズ・ダリ大公国とモンゴルの創主権に、反逆した角で数人の死の重役に花をそぎ落とす、刑罰に処することを余儀なくされた。十四世紀には、ノブゴロドの海賊内死は、アシュクイニッキーによる襲撃が、火山やストラハンマデオも侵犯させ、 両国がモスクワ大公国を支援したことは、ノブゴロド滅亡の原因になった。15世紀にタタールの首輝が過ぎ去ると、ノブゴロドはイヴァン三世の危険を避けるために、カトリック教国のリトアニアと同盟を結ぼうとした。これは全粒お及びハリストスに対する裏切りであった。ため、イヴァン三世は、ノブゴロド郊外に軍を送り、セラン川の戦いで、ノブゴロド軍を打ち負かした。 これによって自由な貴族共和国としてのノブゴロドは終焉を迎え、イヴァン三世の区物が権力を握るようになった。この時を境に、ノブゴロド年代記の記述はがらりと雰囲気を変えている。イヴァン三世の信仰以前の年代記は、ツァーリの言動についておおむね批判的であった。しかし、信仰以後の年代記は一転して、これを来算している。それでも、 イヴァン三世は再びノブゴロドに侵攻し、ノブゴロドの国土を隙間なく占領し、徹底的な放火と殺戮を浴びせた。これは、ノブゴロド市民のプライドが高く、ノブゴロドを征服した、イヴァン三世は、共和制、法の支配、市民社会の象徴であった民会の金を引きずり、下ろした。ここに、ノブゴロド公国は、完全にモスクワに併合された。ノブゴロド公国は、 スーズダリをはじめとする他のルーシ国家と比べて文化のレベルが高かったことで知られている。この時代の東欧において重要な芸術作品のほとんどがノブゴロドに由来している。ノブゴロド市民は大量の絵画を生産し、とりわけ宗教的な遺恨に造形が深かった。こうした芸術の開花はやはり経済的な繁栄に支えられていた。遺恨画の制作を担っていたのは ボヤールの一族ばかりではなく、商人の富に支えられた専門の芸術家や強力な職人階級の姿もあった。イコンは13世紀までには重要な工芸品となっていたが、必ずしも市民が裕福で、これを購入していたわけではなかった。実際には、生産されたイコンは輸出され、海外の教会や家庭でも需要されていた。しかし、現存している。 ノブゴロドさんのイコンは12世紀から14世紀にかけての小さなものが散発的に見つけられるに過ぎない。これらのイコンは伝統的なルーシの芸術、ビサンティン美術、ロマネスク、ゴシックが複雑に溶け込んだ様式を見せている。ノブゴロドの芸術家と市民は経済にまつわる守護聖人を好んだ。預言者エリアは農民に雨をもたらす雷神であった。聖城寺、聖ブレイズ。 そして聖、フロレス、ララスラはすべて大地及び家畜を守護する聖人であった。聖、パレスケイバ・パイアトニーツェと聖アナスタシアは貿易と商人のための守り神であった。聖ニコラスは大区の守護聖人であり、旅人を守り、苦痛を取り除く役割も担っていた。聖ニコラスと預言者エリアは火事に対する守り神でもあった。ノブゴロドは火事の多い都市であった。 これらの聖人にまつわる物語は広告の全域で信じられ続けた。しかし、14世紀には新たなイコンが人気を集め始めた。ザ・バージン・オブ・マーシーである。これはアンドリュー・オブ・コンスタンティノープルのバージン・メアリーを記念しており、メアリーが人類のために祈りを捧げている様子が描かれている。1478年、ノブゴロドの芸術はモスクワによって破壊され、 ロシアの体系的な遺婚様式にとって変わられた。ボルホフ側がノブゴロド市を二分していた。市の商業地区、中央市場が含まれる地域はボルコフ側に存在し、ストリート、ソフィアカテドラルと古城が反対側に置かれた。大聖堂と古城は、市壁の強固な壁に覆われており、その中に司会の鐘を飾った塔もあった。ノブゴロドは、教会と修道院に囲まれた都市であった。 3万もの人口を抱えるノブゴロドは大変混雑していた。冬輸送は、私壁の内側の石造りの家に住まい、貧乏人はそれ以外の何らかの隙間に隠れ住んだ。大通りは木で覆われており、側溝には同じく木造の月水道が整備されていた。これは、東ローマ帝国に由来する防火のための工夫であった。主に、ビサンティン建築とロマネスク建築が、 ノブゴロドの建築に影響を与えていた。特に裕福な一族は、市内に、教会や、修道院を建築した。83件を数える石像の教会が、運営されていた。ノブゴロドには、大別して2種類の教会様式があり、一方は単一の屋根付けの工人とアーチ状の破風を、有していた。もう一方は、教会内に遺根、遺コ木彫品、そして、 教会の名板が鎮座しているもので、初期と末期のノブゴロドで多く見られた。これは増長するモスクワの権力に対するささやかな抵抗でもあった。大部分の研究者は、ノブゴロドはその歴史を通じて高い識字率を誇っていたと考えている。数千点もの白樺文書が発掘され、その日付は11世紀から15世紀であり、古代、ルーシュの様子を伺うことができる貴重な資料となっている。 そのうち、おおよそ950点の白樺文書が、ノブゴロド由来のものである。考古学者たちは、ノブゴロドの筆記資料の大部分が火災によって失われたと見ており、未だに2万点ものテクストが隠されていると考えている。農民や子供を含む、様々な階級、年齢のノブゴロド市民が、筆記能力を持っていた。女性でさえも顕著な数の原稿を書き残している。 これらの白樺文書には宗教文書も含まれており、大主教が書き残したもの、ビジネス関係の文章、聖地巡礼の旅行記までもが存在する。ノブゴロド市民は現実的でビジネスライクな文体を好んだ。ブイリーナの年代記も川材によって残されている。主人公の男は自由で冒険的なノブゴロドの精神を象徴している。代表的なものとしては、 旅好きのビジネスマンであるさ、どこや近所の者とやたらに喧嘩をする若い巨人、バシリー・ブスレフを挙げることができよう。白川文書の他に、考古学者は、ロシア最古のテクストを、ノブゴロドで発見している。紙十67、75、そして76が記された11世紀初期の名版である。詳細は、粒子化元国を参照としてのまとまりができたのは、 西暦850年代と言われている。862年、ラドガに政権を築いた。この時代は、ルーシカガン国あるいはその国家軍であったとされ、ノブゴロドは、古名では、ホルムガルドと呼ばれていた。カガン国の建国者は、ルーシと呼ばれていた人々でバリアーグたちによって支配されていた。その後スウェーデン・バイキングの流陸がノブゴロドを征服し、 流陸は879年まで政権に止まった。流陸時代は、ルーシの中心地となったが、死後、流陸の後継者がキエフに移ったため、政治の中心地は因後キエフ大公国へと移った。しかしノブゴロドは、商業、工業が新調し、自由都市となり、キエフ大公国から独立したノブゴロド公国へと発展してゆく。地中海、国海、バルト海を結ぶ交易ルート、 バリアーギからギリシアへの道のバルト海側の出入り口に位置するノブゴロドは古くから商業都市として栄えてきた。東ローマ帝国やイスラーム世界と盛んに交易をし、ノブゴロド公国には莫大な富が集まった。12世紀前半にはイヴァン商人団という商人組合が登場した。1136年にノブゴロドで暴動が起き、行為にあったフセボロドが ノブゴロド、プスコフ、ラドガの人々によって追放された。フセボロド追放後のノブゴロド港にはスベアトスラフがついたが、他のルーシ諸公国に比べ民会による政治体制が強かったノブゴロドでは、これは12世紀のノブゴロドの革命と言われ、この時をもってノブゴロドは公をいただきながら共和国となったとみなされている。ノブゴロドはハンザ同盟の四大償館の一つである。 木材や蜜楼なども輸出していたが、何より最大の輸出品は毛皮であった。詳細は、アレクサンドル・ネフスキー、ネバカハンの戦い、及び、氷上の戦いを参照彼の選考は過大評価、されているとの声があるが、いずれにせよ、ロシア史では栄光の時代とされている。ネフスキーの罰しの血筋が、モスクワ大公となり、後にノブゴロドは征服される。ネフスキーの時代は、 北方十字軍の最中にあったが、一方で、フィンランドやカレゲア等の支配権をめぐって、中世スウェーデン王国との絶え間ない、スウェーデンのブゴロド戦争の下中にあった。広告は幾度ともなく、攻勢に立ったが、十字軍が終了しても、両国の紛争は終わらず、最終的な決着を迎えるのは、広告がモスクワ大抗国に征服されるまで継続した。 両国の一定的な国境線が確定したのは1323年の国境確定条約締結後のことであった。この条約でカレーリアは東西に分割された。詳細はタタールの首機を参照アレクサンドルネフスキーの場し、モスクワ港、ダニール・アレクサンドロビチの時代以降、モスクワの影響を強く受け始め、ノブゴロド港は彼の血筋により兼任されることとなった。 1380年、クリコボの戦い、スタラやルーサ、スタラやラドガ、トルジョーク、そしてシュリッセルブルクといった都市は、ノブゴロド公国に属していた。資料によれば、13世紀には大主教が、スタラ・サラトガの都市を治めていた。プスコフも、同様に、ノブゴロド公国領であったが、13世紀には、ハンザ同盟に加盟していたことが分かっており、事実上の独立状態にあったと言える。 ダウマンタスやフセボロドムスチスラビチは、ノブゴロド側の公、民会の都合を一切考慮せずにプスコフに、君臨していた。1348年には、ボロトボ条約によって、プスコフの独立が承認された。ただし、プスコフ公国の独立後もノブゴロド大主教は、プスコフ領内の教会を指導し、1589年まで、ノブゴロド公国及びプスコフの大主教の地位を維持した。 12世紀から15世紀にかけて、ノブゴロド公国は東方及び北方に拡張した。ノブゴロド人は、オネガ湖、北ドビナ川、そして、ハッカイを探索した。14世紀初頭には、すでに北極海やバレンツ海、カラ海、そして西シベリアの帯川にも探索の範囲を広げていた。ウラル山脈以北に住むウゴル族は、ノブゴロド公国への効能を余儀なくされた。 ノブゴロド市の北方分け側、海鮮食品、塩をはじめとする資源に富んでいた。これらの資源は、14世紀後半から延々と、繰り返されたモスクワ大公国との争いを、支え続けた。つまり、これらの資源を失うことは、ノブゴロドとその市民にとって、経済的、文化的な没落を意味していた。実際のところ、最終的にこの戦争においてノブゴロドは敗北し、 滅亡への道をたどった。ソビエト時代、マルクス主義者たちはしばしば、ノブゴロドの体制を、封建共和制であると表現し、マルクスが説く歴史の発展段階の一つに位置づけようとした。しかし、現在では、多くの研究者がロシアに、西洋のような封建制の時代があったということさえ、疑い始めている。ノブゴロド人は、自らの都市国家を、ヒズ・マジェスティ・ロード、 ノブゴロドザグレート、内しは、ロード、ノブゴロドザグレート、と自称した。支配領域の広大な高地を含んだ全体は、ノブゴロド公国として知られた。破壊された民海を惜しむマルファ、クリベジーレブデブ作14世紀以来、トベリ、モスクワ大公国、そして、リトアニアがノブゴロドとその溢れんばかりの富を、腰たたんと狙っていた。 ブラジミール大公の地位を得たトベリのミハイル・ヤロスラビチはその力を背景に、ノブゴロドに大官を送るようになった。ノブゴロドとミハイルの間には、争いが絶えず、ノブゴロドはユーリーが治めるモスクワに接近し始めた。一方で、接近するトベリはますます、ノブゴロドを恐怖させていたの妻であるマルファ・ボレツカヤが、率いるグループであり、これは、リトアニア派と称された。 同じ伝承によれば、マルファは、リトアニア公のコミカイラスオレリカイティスを招き、自身と結婚することで、ノブゴロド公に就任するよう求めた。また、彼女は同時に、ポーランド王と、リトアニア大公を兼ねるカジミエシュ4世との同盟も、要請した。ノブゴロドがモスクワを裏切り、コモンウェルスと組むかもしれないという知らせは、国中を駆け巡り、 庶民までもが上を下への大騒ぎとなった。ジャネット・マーチンとゲール・レンホフが指摘するところによれば、この計画の首謀者は大主教フューファイルであった。ノブゴロドはすでに、モスクワとヤジェルビーチ条約を結んでおり、モスクワ大公の許可を受けずに外国と条約を締結することはできないはずであった。この裏切りの非難をかわすため、マルファはスケープゴートにされたというのである。 マルファがリトアニア派として果たした役割は多少誇張されているものの、ノブゴロドがコモンウェルスと結ぼうとしたことは事実である。シェロン下藩の戦い後の略奪によって、コモンウェルスとノブゴロドが交わすはずだった条約の下書きが発見された。モスクワの権力者らは、ノブゴロドの行動をヤジェルビーン一条約に対する侵害であると考え、すぐさまノブゴロドへ軍を差し向けた。1471年。 モスクワ軍は、セロン下半の戦いで、決定的な勝利を収め、ノブゴロドは、実質的な主権がほとんどを失った。その後も7年にわたって、形式的な独立が維持されたが、1478年、イヴァン三世は、ノブゴロドにサイド軍を送り、市民を虐殺すると同時に民会を破壊した。イヴァンは、ノブゴロド領の81.7%を占領し、半分は、 自分自身のものに、残りは名友に分け与えた。モスクワ大公、モスクワツアーリは、ノブゴロドの支配者の称号を名乗るようになり、自らをして、ルーシュの後継者であると位置づけた。1570年、ロシアツアーリ国のイヴァン4世により、朝全体への粛清が行われる。17世紀初頭のロシア大動乱の最中、スウェーデンによって、ノブゴロドが占領され、 スウェーデン王子のカール・フィリップがノブゴロド市民によってツアーリに擁立されたが、それはノブゴロドの公ではなく、全ロシアのツアーリの称号であり、最終的にスウェーデンがノブゴロドから撤退したこともあって、広告として復活することはなかった。ありがとうございます。